ハチマル TV スタート。9月の18日埼玉のとある霊園に来ました。ちょっとね、霊園の内側は巣穴が見えなかったんで、外側ちょっと用水路側に来ました。すごいですね、ここ。こんな感じで、蜂の巣はというと小型スズメ、やっぱりね、巣穴こっちありました。ここね、ここに巣穴ありました。だからここから、駆除やりたいと思います。ちょっとね、はしご持ってこなきゃいけないので、一旦帰りましょう。で、それではね、そろそろね、裏側からの殺虫剤注入を始めます。これぐらいにしようか。ちょっとね、失礼します。まず、蜂を殺虫剤注入してから、アースジェットで、おい、注入します。これ見えないかもしれないけど、この上が穴なんですよ。蜂殺虫剤噴射。穴に入って持ってきますね。いい感じですよ。いい感じ。ちょっとね、ピントがね、100になっちゃってね。はっきりとは見えないですけど、ああ大丈夫大丈夫。ああ今落っこちたけど、もうね、蜂はね全部入ってます。6時回ってね、指で穴から出てくる蜂を止めてます。もうね、これだけ蜂がかかればね、死んじゃいますので、心配いりません。音がね、少しね、小さくなってきました。下で苦しんでる蜂が何匹かいます。あのね、もう飛んでないですから。あとはね、巣を撤去するだけです。あ、これね、こんな感じだったんですね。ちょっとね、柵が邪魔でね、分かりにくかったですけれども、下にもあの蜂がね、若干落ちてます。あ、でもみんな死んじゃいました。大丈夫ですね、心配しなくて大丈夫。でも夜ね、この暗さなので蜂も戻ってきてはおりません。あ、これ草刈り中だったのかもしれない。これこっちまで草刈ってて、ここ草ぼうぼうってことは、これ草刈り業者が見つけたのかもしれませんね。まあそんな感じです。30センチ級ですね。でね、これ内側から取ります。それでは内側へ。結構ね、太い木にも太めの木にも、ついてましたね。こちらもね、あの蜂残ってますけどね、下の方根っこ、ね、すごいですね、バカデカ。ちょっとね、今からね、ちょっといらない部分切り取ります。
三層半ですね。1、2、3層半。蜂は大丈夫ですよ。蜂は200から200以上いたかもしれないね。蜂もね200以上いたかもしれない。三層半ですね。大きくなる感じですね。小型スズメバチです。まあね、誰もね刺されてなくてよかったですね。でね、こちら反対側からね殺虫剤入れて、こちら側から巣の撤去を行いました。ちょっとね隙間空いちゃいましたけど、まあこれぐらいは特にね問題ないと思います。で下に落ちてた蜂もある程度取ってあります。雨が結構強くなってきましたので、今日は終わります。作業エリアは東京、神奈川、埼玉です。電話番号は080-9171-3688 です。終了。